はいどうも、Aテーポンに行くぞ。星ドラ A です。今日ね、5月の8日メタスラセレクションがね、最終日となっておりますが、前回はね、その持っていたジェム2万4000ジェムをフルに使いね、盾が出ず、まあ内容としてはね、結構いいものがね当たったので満足なんですが、やっぱりね盾が欲しいんで、泣きの10連をやろうと思います。そのジェムね、とりあえずストーリーをちょくちょく今ね、進めていて、ここら辺まで来てる今、ここら辺、このなんかトラップキノコの森とかさ、耳鳴りの祠とか、もうだからストーリーの方もね、だいぶ終盤、あと何個かやったら、終わっちゃうんじゃないかな。で、得てね、結構やっぱその A 型の部分がさ、A 型の部分がさ出ちゃうんだけど、もう全部その全部制覇していきたいの、このミッション一個ミッション全部制覇して次に進みたい、サブも全部やって次に進めたいっていう A 型の部分めちゃくちゃ出てて、はぐれメタルがね、はぐれメタルを倒して次の倒してクリアしろみたいなやつがね結構あんのよ。でそこにめっちゃ時間かかんの。まあそれも含めね、全部やって全部制覇してきてるからね。もうコンプでさ、コンプ、ただ一つだけちょっとクリアできなかったダンジョンがね一個だけあります。ここだけチェックすらついてない、こいつなんだけど、シャドウヘルマっていうんだけど、違う、シャドウヘルマ鬼強くて、もう結構ね、ほんと何回もやってるんだけども、クリアできそうにない、これは正直。なんでね、これの攻略はまたなんか動画にしようかなって思う、これに限り。だからこれだけ飛ばしてね、ストーリーを今進めている状況でございます。はい、まああれ以外にも多分積みポイント何個かありそうなんだよね、実は。いろいろとちょっと調べてみたらね、はい、まあまあ、そんな感じなんで、とりあえずね、ジェム、ストーリー進めて5650までね、溜まったので、10連回します。泣きの1回、泣きの10連回させていただきます。2万4000ジェムの時は基本こっちのね、剣が出る方をずっと回してて、なかなか、出が良くないというかだったんでね、最後ここね、ここ10連回したら結構いい感じに出たんで、下のね、杖が出る方のメタスラセレクションの10連をやりましょう。はい、もう今欲しいのは盾のみ、メタスラの盾以上、それだけ。よろしくお願いします。いきます。マジでもう盾来たら、シャドウヘルマクリアできる、シャドウヘルマクリアできる、マジで。スキップでいきまーす。はい、あー、当たりなんだけどだいぶ大当たりなんだけど、なんか嬉しくないな、全然嬉しくないこれね、その錬金来てベホマラーがつくと、で A スキルだから取り出して運用できるっていうので、非常に今話題のメタスラの杖なんだけど、全然嬉しくないもんプラチナウィングのことは忘れましょう。まあしゃあないな、これは。
そういう運命でした。はい、もうメタスラの杖さ、前回も一応一本出たから、その今新品のメタスラの杖が2本と、強化して1凸したやつが1本、だからどうしようかなと思って、これそのまま3凸までするのか、それともベホマラをなんか外した方がいいみたいな雰囲気出てるんで、今星ドラ界そっちの方向にした方がいいのかなっていう感じなんだよね。まあ基本的にはさ、やっぱあの凸はさ、進化はあの進化玉をなんとかしてね手に入れればできるんで、そこまでね、このいい武器をさ無理やり進化で消しちゃうってのはもったいないっちゃもったいないよね。今まで何も考えずに進化させまくってきたけどさ、最近そう思うようになりました。ただ大の剣に関してはちょっと暴挙に出てしまったなという、あの後悔しかありません。イベントガチャのね武器なんでね、多分進化あの錬金とかも多分来ないだろうから、なんだったらこれ取り出しときゃよかったなってだいぶ後悔してる。まあまあもう使うけどね、うん、もう最悪貫突まで持ってくわ。もうここまでね2回進化玉使っちゃったらもう後には引けない。てなわけでね、最後の泣きの10連は、メタスラの杖でした。まあ、今回は、よかったね。うん。渡り